What's up, bro? チャッチョーズ。英会話スクールエンリッシュパートナーズのブリジットです。クワ a の意味は心配、悩み。アクセントは A につくので A を強調してクワムと言ってみましょう。発音してみましょう。クワム。m q u a m q u a ム l は発音し,てしないのですね。品詞は名詞です。例文を見ていきましょう。 今日は給料はもらったのでお金のことは心配してない I got paid today so I have no qualms about money 一緒に行ってみましょう I got paid today so I have no qualms about moneyquam の意味は心配悩みこの言葉を使ったら頭が良さそうです出張英会話レッスンなら englishpartners で検索オンラインレッスンもやってます